で現状を変えたいって思ってる人が整形をすることで解決するって思ってる部分があるよってことです、うん、それは分かります、はい、気になってくるというか自然なんですよね。いや毎回だってやりたいテーマが決まってるでしょ、発生してくるっていう感じです、うん、こっちが解決したらこっちが気になるのあるじゃないですか、やっぱり。何でも健康もそうじゃないですか、多分。それとなんとなく自分の美というか、自分が何が似合うかとか、自分に何が足りないかっていう分析って難しい気がする。私ってどうやったら綺麗になりますかっていう気持ちは分からなくないですよ、美容師さんにどんな髪型だったら似合うと思いますって聞くのと似てるのかなって思ったりはします、うん、なんで梅子さん決まるんですか、自分で。最初なんだったんですか。やっぱりほうれい線、やっぱ一番最初ほうれい線です、うん、あ、その糸だったり、はい、っていう話の。やっぱ糸入れてみたいとか、うん、ほうれい線消したいが最初で、長沢クリニックの糸のリフトでしたもん ね最初、はい、あれが初めての美容外科だったんでしょ。初めてです、はい、むしろそれがびっくりします。なんか思うのは、タルミ取りってアンチエイジングで比較的入りやすいじゃないですか、うん、そうですそうですそうです。だけどやっぱ鼻整形とか切開とかになってくるとちょっと超えます。そこの超えたのは何かあったんですか。細木先生とかじゃないですかね、やっぱり、はいはい、飲み屋で知り合ったぐらいなんですよ。あ、そうなの、そういう出会いな。そうです。他の YouTuber のオフ会みたいな、はい、で知り合ったんですよ、はい、美容クリニックやってるから、はい、撮影しに来たらみたいな感じで、はいはいはい、あ、そっか。あ、そうです。YouTuber の素材みたいなものですか。あ、そうです、そうです。あ、なるほど。他の YouTuber の共通の友人の。そっちに、あ、そうなんですか。それで、そこで、じゃあ初めて細井先生と会って、日本でだったんですか。最初、ほくろ取りに行ったんですよ、そういうの。失敗しても別にいいやぐらいのところで、様子を見に行って、日本での脂肪について、いくら脂肪溶解注射を打っても細くならないみたいな愚痴をぐちぐち言ってたら、脂肪吸引すればいいじゃんみたいな話をして、脂肪吸引の壁は私の中でその当時は高かったんですよ。怖いですみたいな感じだったけど、こんぐらい距離感だったら受けてみようかなみたいなって思って二の腕の脂肪吸引をやったんですよ。そっから目の切開に行く、鼻に行くっていうのってなんで。目の切開は他のクリニックで私一回契約してたんですよ、はい、全切開の契約をしてたんですけど、こっちでもうそれでやりたいなと思って、やっぱやめますって、やめてこっちでやりたいって言ってなったんです、二の腕脂肪吸引の後、うん、あと、あ、まあそこでどういう技術か分かってるから、技術っていうか、ね、こんな感じで取れて、まあ、いいなと思ったから、うん、切開したいなと思って、あ、そうです、思ってました。切開したいなに行き着くのがすごくないですか、うんうん、それは結構大きな決断だったかもしれないですけど、やっぱり切るっていうのは、うん、でもその前にフェイスリフト2回やったけど、ああ、まあまあそう、そうですよね。梅子さんみたいに明確にっていう人の方が先生少ないですかね、うん、梅子さんほどの人はそんなにないと思います。何をしたらいいですかね、どうしたらいいですかね。でも相談には乗ってあげたいじゃないですか、どうしたらいいかわからないんだなって、うん、目的がちょっと絞ったみたいな、うん、そうなんですよね。整形するのってやっぱ変わりたい、うん、顔を変えるためじゃないですか、はい、まあ、普通に目的って、はいはいはい、でも本来人間っていうか何かを変えたいって思ってるのが悩みじゃないですか。現状を変えたいって思ってる人が整形をすることで解決するって思ってる部分があるよってことですよ、うん、それは分かりますよ、はい、実際変わります、やったために、うん、あ、よかったっていうのは、はいはいはい、うん、思います。やっぱ気持ちは明るくなると思うんですけど、うんうんうん、少なくともマイナスの効果はなくて、うん、あ、思ってたんと違うっていう感じでズンと落ち込んだりはない。それは私はないですね。ない、それは今までちゃんと当たってきたから、うん、明確に伝えれたからですかね。いや、私も伝えないんで、あ、そう、結構お任せなんで、うん、気にしないんですよ、多分左右差とかも。左右差とかも左右差とかあんま気にしないですね、うん、みんな左右差左右差って言うじゃないですか、はいはい、左右差は、ね、結構上位です。僕は気をつける。そうですね。左右差気にしないんです、私、逆に。左右差よりパッと見た感じ、うん、いい感じになったらいいかなって思うんですよ。うん、広い範囲で見てくれて、うん、トータル的にパッと見で綺麗っていうようなものを求めてくれるのは確かに一番いいですよ。でも人って変わらないことがいいみたいな。うん、変わることって怖いじゃないですか。うん、変わりたいけど、うん、美容整形で、うん。美容整形なりなんなりって変わる。るのが目的なんだけど、変わらない方がいい、楽だしっていうのはあると思う、はい、本能的に全然、はいはい、だから
からまあそれだと思って、なるほど、気持ちを受け止めるしかない、受け止めるしかない、そういうものみたいな、なるほど、変わりたいけど変わることが怖い人もいる、うん、美容以外の悩み抱えてるじゃないですか、うん、でこっち、まあ、仕事でも何でもそうなんですけど、うんうんうん、こっち解決しないとこっち変えても根本的には解決しないけど、それができないからとりあえずこっち行くっていうのはあると。なるほどね、うん、こっちの方が簡単だから、こっちは、まあそうですね、やっぱりお金払って、まあ、手術受けたら変わるかも、ね、でも根本が変わってなければ多分気持ち的には同じなんでしょうね。それはサプリ飲んでくれたらいいサプリ、そうこれをどうで、メンタルを落ち着けて、怪しい集団、怪しい集団、いや、いいと思う、それふざけて言ってるわけじゃなくて、うん、ふざけて言ってないんですか。サプリ、メンタルのサプリは伸びしろあります。二人してイチャついてる感じに見えるんですけど、割とやっぱり僕怒りんぼなんですよ。業務中ちょっとイライライラしちゃうんで、うん、本当にこういうので落ち着くんだったらいいなって思ってます。ああ、うん、チャレンジして、それこそやりましょう。で、店員ヒアリングします。最近どうですか彼、まあ、できるだけ寄り添って真摯にね話を伺っていきますので、そうですよ。はい、まあ、今梅子さんからちょっと患者さんの心情みたいなものを聞けてよかったかもしれない、うん、はい、美容を変えたい人をだけをまあ正直カウンセラーしたいけど、どっちもやっぱみんな抱えてるから、はい、美容とプライベートその他仕事もそう、うん、どっちなのかなっていうのをカウンセラーとして見極めたらいいんじゃないですか。そう、なるほどね、難しいかもしれないけど、そうですね、そう言えないけど謙虚にまたやりたいと思いますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。